なんかいきなりこうやってねギター弾いて始まっちゃったんだけど、今日は、今日から少しシリーズでお送りしたいと思います。まずね、今弾いた曲ね、Fly Me to the Moon って曲だけれども、うん、この曲で今、弾いたのはハーモナイズというね、方法をね、使って弾いてみたんだけれども、まずそちらの方をね、説明していきたいと思います。はい、ハーモナイズ編ですね。はい、今日からちょっとシリーズでお送りしたいと思います。メロディーを和音で表現する方法って書いてあるね、うん、今弾いてみたみたいな感じね。はい、それでまずね、ドレミファでやってみよう。まず基本的なことからね、覚えて行こうという感じでね、進めていきたいと思います。はい、それではまずね、ドレミファソラシド、まあこんな感じだよね、普通にね、ドレミファソラシド、英語で言うと CDEFGABC という感じでね。はい、それで、まあ今僕がね、冒頭で弾いたのは、ディミニッシュアプローチっていう方法をね主に使っていたんだけれどもね、まあ他のアプローチ方法もあって、それは、このディミニッシュアプローチが終わったらまたね順次、説明していきたいなと思ってるんだけれども、はい、そちらの方で進めていくね。まずディミニッシュアプローチの方法のコードが C の場合、例えばコードが G7 になったとかね、Dm7 とか Em7 とか、まあ、そのコードの流れによってね、またちょっと形が変わってくるので、それも、またね、順次お伝えしたいんだけど、まず、コードが C の時に使うコードはどういうのか、ディミニッシュアプローチっていうのはどういう方法かというのをね、ちょっと説明していきます。はい、ここにね、音符で書いてあるんだけども、 C6 ね、それから B ディミニッシュ、2個目にディミニッシュを使うんだよね。それで3個目は普通の C メジャー7、それで4個目、4度の、ところが B ディミニッシュ、また B ディミニッシュ、ここと同じのを使っていくね。それで、5度、6度とまたこういうふうに Em7 と Am7 使うんだけれども、これはC の代理コードを使っていくのね、うん、なぜかというと、B ディミニッシュが使えない部分なんでね、メロディー的にねちょっと、使えないので、仕方なくって言ったら変だけど、まあ C の代理コードである Em7 とか Am7 を使っていくんだよという感じね。はい、それから7度のところで B ディミニッシュをねまた使ってきます。それで、8度ね、これのオクターブ上、1度のオクターブ上の8度のところで、C の69スを使っていくという感じね。はい、じゃあね、これを、まあ、実際にね、コードの、ギターのコードの形としてはどういう感じなのかっていうのをねちょっと見てみましょうね。はい、これ見える?こんな感じね。はい、じゃあいくよ。はい、これがね、今、楽譜に書いてあった、形なんだけれども、ギターの、コードフォームはこんな感じになります。はい、これね今、僕が弾いてみるんで、ちょっとじゃあ見てみようか。まず C6 ね、こういったコード、はい、でこの時ね、ルートの音がね、ルートというか、まあ一番低い音、ベースに来る音が C でもいいんだけど、これでもいいんだけど、まあここではね、G の5度を弾いてみました。うん、まあ結局こことね、ここの2弦のこことここのベースの音が一緒の音なんでね、まあこれよりもこういった方がね、コードの厚みが出るんで、こういう風にしてみました。はい、今のコードはこれね。はい、じゃあこの次、今度ディミニッシュ、B ディミニッシュいってみます。はい、こういその次にこういう感じね、3弦の1フレットが
人差し指くる感じね、まあ、ディミニッシュの形はね結構もうみんな知ってる人も多いんじゃないかなと思うんだけど、はい。それで今度3個目、 C メジャー7ってくるね。これもまあ普通にねみんなよく知ってるコード、はい。これをねちょっと3つじんぐり弾いてみると、こうなるね、ドレミってなるね、はい。それじゃあ今度ね3つ目まで来たんで4つ目、また B ディミニッシュ、これと形同じだよね、ただフレットがね違うね、1フレットだったのが4フレットまで来てるって感じね。だからさっきこうだったのがこういう風にねなるわけね。まあ結局ディミニッシュってもう単3度ねどんどん上がっていく、音のね重ねなんで、まあ、形は同じになっていくんでね、はい。それじゃあもう一回初めから弾いてみると、ドレミファファまで来たね、はい。そしたら、ファまで来た、そしたら今度 Em7 とかね Am7 をね使ってくるね。その音 Em7、 これはまあ C の代理コードね。でその次のラのとこだけど、これも Am7、 ここにね全部制覇しちゃって、こういう感じでね、これも C の6ね、全く問題でもね、これみんな知ってるかもしれないけど、うん、はい、はい。今ねここのソーラまで来た、で今度 C でまた B ディミニッシュね弾くんだけど、今度ちょっと形違うねこれからね、うん。でもまあこれねディミニッシュってコードは、こういった感じで単3度でずっと上がっていくコードなんで、こっからこれとこことここと、あ間違えちゃう、こことここがね一緒だよね、同じね、また今度にね、はい。今度はこういった形のね B ディミニッシュを使ってきますね。それで最後に、ここのドの音、うん、1オクターブ上のドの音、こういう C の69っていうね、はい、こういうのを弾きます。これね3度の音がちょっとないんだけれども、結構ギターってこの形ね使うんだよね。まあね、ピアノと違って制約がある程度あるんで仕方がないという感じのところもあるんだけど、まあ、3度がないけど、まあ、C の69っていうコードですね、はい。だからさっき、ここの C の音からこういう風になるわけね、はい。じゃあ、ちょっと全部通して弾いてみるね。とにかく、コードが C の中で使える、ディミニッシュアプローチの方法でした、はい。それじゃあね、なんでこの B ディミニッシュが使えるのかっていうのをねちょっと説明していきますね、これ B ディミニッシュっていうのは、C のドミナントのコードね、 G7 になるよな、ドミナント C から見てドミナントセブンスのコード、G7 の、代理コードになるんだね。だからだよって書いてあるけど、結局 B ディミニッシュっていうのは G7 のフラットナインスとね構成音が全く同じなんでね、うん。だからまあ、C に対して、強い進行が得られるよっていうことなんだけども、G7 のフラットナインスって例えば G7 こういうふうにこういう G7 あるんだけど、これにフラットナインスっていうとここにあるんだね、ここにねフラットナインの音ね。それでまあ例えば G7 の3度がここにあって、5弦の2フレット、それで4弦の、3フレットにセブンスの音があるね、うん。それでフラットナインスね、さっき言ったフラットナインスが、3弦の1フレットにある。
それで5度の音が2弦の3フレットにあるよっていう感じね。これで G7 のフラットナインスなんで、まあルートのない状態でね、うん、だからさっきのね、この形と一緒になっちゃうわけね。この2個目の音ね、これ同じなんでね、うん、はい。そういうわけで、ディミニッシュアプローチは、B ディミニッシュを使って、表現していくわけですね。はい。それじゃあ、ちょっとおさらいすると、コードが C の時に、B ディミニッシュを使って、表現していくんだけども、それは、このね2個目と4個目と7個目に B ディミニッシュが使えるよっていう感じでね、今日はちょっと締めたいと思います。はい。それじゃあ引き続きね、今度、2度のコードね、Dm7 とか3度の Em7 とか、順繰り、今度ね説明していきたいと思うんで、楽しみにしてください。そしたらね、さっきみたいに、こんなね弾けるようになるんでね、うん、それでは、今日はこの辺にしたいと思います。はい。それでは、また次回ね、うん、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとね、コメントの方もねぜひよろしくね、うん、それじゃあまたね。